はい、どうも、ジュエです。スーパーマリオ 64DS パート13やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もパースト集め進めていきたいと思います。さあ、現在は、あっちち砂漠を少し攻略して、今4枚集めて、今49枚なんですよね。あと1枚集めれば50枚ということで、今回も頑張っていきましょう。さて、じゃあとりあえず今回はちょっとあっちっち砂漠は置いておきまして、ちょっと新しいところに向かいたいと思います。はい、このドアに入って、じゃあ今回はここにしようかな。はい、ここのドア、ここに入ると何かがありますね。じゃあ行きましょう。はい、ここに入るとコースト6、闇に抜ける洞窟1、ドッシーのいる地底湖6-1。なんとか頑張っていきましょう。これはエルボタンでカメラが背中に回り込みます。周りが見えない場所に来た。落ち着いてエルボタン焦らずに進むのがコツです。なるほど。あ、そしてなんか書いてあるよ。どちらの道も危険、暗い足元に注意、幅跳びできない人は右の道を進め。右、作業リフト煙迷路、左、闇の大穴地底湖へ、赤丸2号エレベーター地底湖へ、矢印現在地。あ、今そこにいるんだよっていうのがよくわかりますね。あ、そして木箱を抜き込んだら四角になったんだけど、卵が。しゃがでしゃがむと滑れます。ジャンプの途中ならヒップドロップ、止まってしゃがんでからジャンプするとバック宙できる。わかった？まだあります。走りながらしゃがんでジャンプで幅跳び、しゃがんでから歩くと秘密です。これちょっとお師匠の前にあったよね。しゃがんでから歩くとこんな風に歩けると。でもその実用性はいつあるんでしょうか。はい、じゃあとりあえずそこら辺進みますよ。確かドッシーがいる場所は確かここら辺にあったと思うんですが、待って、そしてなんかまた書かれているな。2号エレベーター、下地底湖、左闇の大穴、右煙迷路、閉鎖中、閉鎖中なんだ。よし、じゃあここに行くと、おお、下に降りていく。ここの下に降りていくと、おお、なんかヨッシーのドアップなんかいいな。はい、来たー。待て、ここら辺なんかある？なんだお前。こんにちは、今度は黄色い帽子が流行ってます。さっきも見かけしました。どこだったかな？わ、ほんとだ。黄色い帽子がある。これはワリオの帽子ですね。まあ、ミリー探してみてください。あなたもいつも緑じゃマネーでしょ？いや、なんかちょっと、さーてひどいこと言うな。おー、そして、おー。待て。オーケー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 。まあ別に今コイン集めてるわけじゃないからあれだけど。あ、待って、これ、ワリオでしか壊せないようになってる。まあこれ、そもそも、これ、ワリオだけの、これ、ワリオだけ壊せる岩ですからね、これ。まあ、64番は、これ、あれなんだよね、これ。ドッシーに乗ってからジャンプしないと、これ取れないという仕様だったんで。待て。いいよ。はい。こう来て、ここに行くと、はい。これで、ワリオの帽子を取り返す。オッケー。行け！レスー！はい、来た。これでスターが出ましたね。ということで、ターゲット！そう、これワリオだけのアクションもいろいろあるんですが、まあ、移動速度とか、あとはジャンプ力とかも結構落ちるんですよね。はい、ということで、ドッシーのいる地底湖キャッチ。50個のパワースターを取り戻した。3階への星のドアが開くぞ。ここで少し点検だ。ワリオはもう助けたか？ハテナスイッチは押してきたか？クッパはすぐそこだ。さあ、3階へ進め。まだ地下だけどね、俺、まだ。待って、その前になんかキノピオがいるんだけど、話してみる？ヨッシーさん、普段は帽子をかぶらないんですね。もうちょっとおしゃれさんになった方がいいですよ。帽子をかぶっている人になるアドバイスがあったんですけど、それはそうと、これを差し上げます。隠して持ってました。なんだ？お、スターだ。やった。はい。ということで、スターをゲットしていきたい。はい、オッケー。こういうのはベロでしたよね。思わぬところでスターを手に入れた。はい。じゃあ行きましょう。
6-2、操作リフトの赤コイン。いきなり赤コインか。赤コイン集めの時は、まあ基本的にあれなんだよな。まあ100万コインも同時に集めた方がこれ効率いいんだけど、まあでもちょっと今はあれかな。こんな序盤に来るんだなというのはあれなんですが。はい。待て、落ち着け。危ない。待て、はい。待て、ここでワリオの帽子にな、ワリオになって、いいよ。はい。あ、なんか看板書かれている。作業リフト上、ここから降りる人は左の棒につかまって気をつけて降りること。気をつける。ああ、なるほど。これヒップドロップもこれ結構強いんだよね、これ。操作リフト上、右煙迷路入り口、左闇の罠1号エレベーターへ、矢印現在地。こんな感じですかね。待って、とりあえずなんかありそうかな、これ。オッケー。あ、なんかあるよ。はい。煙迷路出口、危険、閉鎖中、ここからは入れません。あーって、これ確か、はい、これギリギリ入れなくもないんだよな、これ、ギリギリ。けけ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 。一応これ壊す？はい。あー、スイッチスターか。ちょっと一旦これ後回しにしようかな。目の前のとっても硬そうなブロックは本当に硬いです。叩くのはおすすめしません。でも、鈍そうな人、下品な人、力持ちの人なら好きにしてください。さらっとちょっと変なこと言ってんな。この看板。はい。で、ここから行くと、またなんか書かれている。作業用リフト、危険、操作方法をよく読むこと。踏んだり矢印の方に進み続けます。降りると元の場所に戻ります。元の場所？待て。いけ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 。わあ、びっくりした。はい。こんにちは。どうぞどうぞ。シダのマップをご覧ください。覚えましたか？いいわ、こんな感じですね。ここ一箇所にまとまっているんだな。もう、ここら辺になるとね、もう大体一箇所に集まっていることが多々あります。とりあえず、ここから行こうかな。一旦レンガブロックを壊しに行きましょう。そう、これヨッシーだと、これ、なんだっけ、レンガブロックは壊せないので、まあ、とりあえず一旦、100枚コインは後でにしよう。はい。そしたら、オッケー、これで2枚目。待って、これ気づかれてる？あ、気づかれてるね。待って、落ち着け。大丈夫だと信じたいけどな、これ。これは違うか。いけ、届け、オッケー、届いた。ナイスだよ、これは。待て。待て、ちょっと一旦ワリオ使いづらいな。じゃあ一旦ちょっと、ルイージ使うか。はい、オッケー。あー、でも、またあそこまで戻らないといけないのか、ワリオ使うためには。ちょっと不便だな、これ。はい。こう来て、はい。いけるよね、これ。はい。で、ここで、はい。ここで進み続ける。おお。なかなかちょっといい場所だね、これは。で、ここで叩く。これで4枚目。OK、これ、あと、あるかな？オッケー、これで5枚目。引けるよね、これ。本当に。てか、寒っ。待って、今、8時、今、なんだっけ、今、今、この動画収録日が今、12月21日の、今、朝8時ぐらいなんですよ。今日、たまたまちょっと仕事が休みなんで、こんな朝方に撮ってるんですが、たまにはそういうのはどうでしょうか？はい、ということで、スターゲットよーし。これで、はい、これで、
操作力と赤コイン勝ち。ナイスー。よし、じゃあ次行きましょう。6-3、走れメタルワリオ。メタルワリオ、ここで何かメタルワリオで何か能力があるんでしょうか。まあ確かにこれ64まではメタルマリオだよね。まあそもそも64番にはそもそもマリオ以外キャラクターいませんから。危ねえ、カメラが。待って、こっからダメージ受けちゃいけねえな。ちなみにこれワリオは看板を持ち上げて投げることもできる。まあこれもワリオならではの能力なんですが、ちょっと待って、じゃあ今度は普通に通ろう。はい、ここは闇に溶ける大穴、右作業リフト煙迷路、左指定庫。ほうほうほう。まあ一応そうやって書いてくれるのはあれなんですが、待て、危ねえ。はい、こう来て、はい、でこう来て、はい、いけー。はい、こういうこと。待て、オッケー、ここで花を取って、はい、来たー。パワーフラワーがワリオにメタルになる力をくれた。メタルになれば水の中でも歩けてしまう。まずはお試しください。そう、これメタルワリオっていう、これあれなんですか。あとはこれ無敵なんだよね。この状態になれば当たるだけでクリボーを倒せます。わあ、すげえなこれ。でここでスイッチを押すんだよね。え、そう、こういうこと。あ、そしてなんか書かれている。地底湖、右メタルの洞窟、左廃坑閉鎖中。おとなしい海流ドッシーが住んでいます。背中でヒップドロップすると頭を下げます。餌にならないでください。何の注意書きだよこれは。はい、待て、ここで幅跳びしないといけないのかよ。あ、やべ。あー、まあまあまあいいや。なのでこれヨッシー、これワリオだったらこれむずいわこれ。待て、こいつを吐き出して。いけ、危ねえ。オッケー、こういうこと。こういうことなんだよなぁ。オッケー。ということで、無事行きました。まあ、あと、ワリオの、やった後に、これあれだよね。まあ、ルイージにしても、これ、いいんじゃないでしょうか。これ、くるくるジャンプができるんで。はい。無理そうな人は、そういうのもおすすめします。そしたら、とりあえず、一旦また、ミップを捕まえに行きたいと思います。ミップを捕まえに行くには一旦、一階まで戻らないといけません。はい。じゃあちょっと今回、どうしようかな？マリオで行く？いやでもマリオはどっちみち後で行かないといけないからな。星のドアを開けるために。じゃあとりあえず今回ルイージ行きましょうか。なので、はい。ここでルイージにしていく。そういうことです。じゃあとりあえず地下に戻っていきましょうか。はい、地下まで戻ってきました。とりあえずここら辺にいるかな。地下とかあと1階とかメインで進めたいんだよな。うーん、わー、いなさそう、ここら辺は。あ、そうだ、これルイージってこれ少しあれだ、これ水の上を歩けるんですよね。待って、無理そうだな。絶対ここにいないだろう。あ、いねえわ。はい。で、こっちにもいるはず。はい。あ、いたー。けけけけけけ。オッケーです。あなたになら捕まらないと思ったように、本当に残念です。仕方ありません。この鍵をあなたにあげます。ほい。オッケー、ナイス。はい、これで、ピーチのプレイルームの引き出しの鍵を取り返した。オッケー。まあ、ミップは全部でこれ、7体いるんだよな。各キャラクターごとに。まあ、ルイージ多分、あそこで1匹捕まえたことあるんだよな。
あそこはワリオにならないといけないところがあるね。ここにはいない。いるかな、ここら辺。あー、おった。いけ。うわー、ルイージ捕まえないといけないのか。くそ、先回りしたのに。落ち着け。どこにいる？待て、見失ったけど、オッケー。わー。いけ。あー。惜しいな。これ結構捕まえるのが難しい。あー、こっちに逃げる？いけ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 。ちょっと待って。捕まえたいよ。お前を。オッケー、ナイスー。はい。よーし。はい、ここで、これでプレイルームの鍵をゲットしました。はい。じゃあ、そしたら、待って、もう一匹ぐらいいるかな？はい。もう一匹ぐらいいたいと信じたいけど、おいないかな、ここら辺。いなさそうだな、ここら辺。まあ、あと2階とかにも、ねえ、いるかもしれないんで。そしてこの看板なんだ？あ、これはさっき読んだな。さっき読んだね、これは。OK。じゃあ、とりあえず、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。よし。じゃあ、次回もまた引き続き地下の方を進めていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。